MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。久しぶりになるかな、2022年初めてやってまいりました、泉オフロードサーキット。実は今日曜日の午前中なんですけれども、ポツポツね雨が落ちてきたかなみたいな、ちょっと天気予報がこの後雨ってなってますんで、その影響もあってかですね、お客さんの数はそれほど多くない、もちろんたくさん走ってらっしゃるんですけれども、本来ですね、もうここ駐車場いっぱいになるぐらい大人気のサーキットなんですけれども、ちょっと天気予報の影響かななんていうふうに思っておりますけれども、楽しくラジコンやっていきたいと思います。でね、今聞こえてます？ウィーンウィーンって電気ノコギリっていうのかな、ノコギリがね木を切ってる音をしてるんですよ。ここ何屋さんかなと思ったんですけど、どっかの工務店かなみたいな、じゃなくて向こうの方見えます？常連のお客さん方なんですけれども、実はクローラーのコースここあるんですよね。で、私はクローラーやってないので、これまで、きちっとはご紹介したことないんですけれども、来るたんびにね豪華になってきてて、長くもなってきてるし、立体的にもなってすごいことになってるんですよ。今日見てびっくりしましてね、後でまた映像で紹介したいと思いますけれども、クローラーをされている方も注目となっている泉オフロードサーキット、あとこうメインのありますこのコースなんですけども、ところどころちょっと路面の色が違うの分かります？レイアウトも若干変わってるんですけれども、前回走行した時もそうだったんですが、結構ねこの土の路面というのは状態をキープするのが大変なんですよね。走るごとにどんどん削れていきますし、やっぱボコボコになったり、下の、土がもう取れていってしまって走りにくくなったりとかいうことがあったというところからなんでしょうね。カーペットがところどころに敷かれてるんですね。全面カーペット張りではなくて、特にそのコーナーのこうガーッとなってしまいそうなところを重点的に、保護しているような形で、カーペットと土のハイブリッドのような形になっております。はい、ということで、まだこのコース変わってから全然走らせておりませんので、どういう走り具合になっているのか、走り心地を楽しんでいきたいと思います。以前ですね、こちらにお邪魔した時、最初に来た時かな、この辺り紹介させてもらってたかと思うんですけども、ここの利用ルールっていうのは結構厳格になってまして、初めて来られる方はいきなりサーキットじゃなくって、まず本店の方に一度行っていただいて、店長さんからいろいろとレクチャーを受けてから サーキット楽しんでいただくということになるんですね。で、とりあえずこういう QR コードさえ読めれば現地で決済もできますので、私も今日そうなんですけども、ここ来たらまずここで、支払いを済ませて、それからコース楽しむという流れになってるんですね。そんなに難しいことではないので、オフィシャルのホームページの方をご覧いただきますと詳しく書いてありますので、アドレスはこちらですね、こちらの方見ていただいたら、もうこれ今はね画面直接 QR コード読み込めるんじゃないですかねこういうことになっておりますので、楽しんでいただければと思います。それではまずこの4読ホーネットからコースインさせてみたいと思います。路面のところどころがですねオレンジ色、土と似たような色ですんで、それほど違和感はないんですけれども、やっぱりねコース変わったなっていう感じしますよね。ところどころがこうやってオレンジ色になっていて、土と違ってカーペットですんで、削れて減っていくとかいうことはありませんので、この土のところに関しては、路面の状態は比較的キープしやすいのかなと。ただ雨が降ったりすると水分含みますんでね、その辺がこのカーペット路面どうなるのかなというのは、今も結構湿ってはいるんですけれどもね、はい、だから同じカーペット路面でもマニアリさんのようなインドアのカーペットとは、随分違うんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね。でタイヤなんですけれども、これ軽タイヤを履いております。
もともとねこの路面にはこのタイヤ合ってなかったんですよね。で結局、スーパーバンテの方からタイヤを移して、履いていたら、まあ、走らせやすくなったということで、まあ、ここの路面はピンタイプの方が合ってるなっていうのが実感だったんですけれども、で、まあ、今回こう路面が変わったことでどうかなと思ったんですが、やっぱこう土のところストレートなんかそうなんですけど、激しく握るという坂はね、ズルルルンと言ってるじゃないですか。グリップ感はやっぱりあまりありません。でカーペットの方もこう握らなきゃね、ともかくとして握るとどうなのかな、ちょっとやってみようかなということですね。全般的にやっぱりここのコースはスパイクタイヤがうわー、うん、カーペットの上は悪くない感じですね。やっぱ土の上でのこのここですね、ここでこうなっちゃうっていうこれがあるんで、まあ、カーペットは多分どっちのタイヤでもいけそうなので、やはりピンスパイクタイヤがおすすめなのかな、そんな感じがしますね。まあ、だからここはこうゆっくりとあのブレーキとかするとこうパーンとこう、ね、流れちゃうってこともありますんで、滑らかに、うん、これは結構気持ちよくいけますもんね。うわ、実はこの車結構速いですね。スポーツチューンなんですけども、リポを乗せてますし、あの全開で行くとなかなか速い車だ。やばいか超えないかさあ続いてはビッグタイヤを履いたバギーで行きたいと思います。DF02 だったかな、車種名覚えてないですね結構ラフなことしててもタイヤでかいんで、安定感は抜群ですね。まあ、あの以前もねここでこれ走らせたことがあって、すごいあの安定感あるんで楽しめるんですけれども、今日はね、このカーペット路面になってからの初めてということで、何か違いがあるのかなということなんですが、まあ、この車の安定感そのものがもう抜群なんで何の問題もなく走りますね。素晴らしいです。ただあの豪快にジャンプとかいう感じではありませんね。このパワーがね54モーターでそれほどありませんので、こういうところもこう滑らかに走って楽しいなって感じですね。ところであのコースところどころ走ってるもう1台のマシンが気になってしょうがない。あれターボオプティマじゃないかな、ターボオプティマボディですよね。あ、見えてます気になりますね。ココロコーザ本当面白い車がよく走ってますんでね、自分もそうなんですけれども、あの古い車とかね、ターボオプティマは、まあ、あのもちろんね復刻もされてますんで、ピカピカのシャーシをお持ちの方も多いかと思いますし、先日発表されたあのオプティマミッドね、オプティマミッドも気になるところですよね。もう今から買うよという方も もちろんいらっしゃるでしょうし、どうしようかなって迷ってるような、ね、方もいらっしゃるかと思いますんでね、おそらくここのコースでもいずれそのオプティマミッドが走る姿を拝見できるんじゃないかと楽しみにしておりますけれども、私個人的にはちょっとオプティマミッド手出せないかなというところはあるんですけれどもね、ひょっとするとあのまた状況が変わって持ってんじゃんみたいなことあるかも分かりませんが、さすがオプティマミッド、オプティマミッドじゃないよ、ターボオプティマ早い、わーやられた素晴らしい、さすがですね。
私もかつてはあのターボオプティマを所有しておりました。今はあの復刻版のオプティマは持ってるんですけれどもね、ボディもターボオプティマに変えてありますんで、持ってきたらランデブ走行できたかなというところなんですけどもね、ほんとここはそういうことがあの突然起こりうるという非常に楽しいサーキットです。ということで走らせている車と全然違う車の紹介になってますけどね、そういうのも面白いかなということで、はい、こちらビッグタイヤ紹介しました。でこちらが泉オフロードサーキットのコース全景ということになるんですが、まあ、こちらのすぐ脇にあるクローラーコースということになりますね。来るたんびにですね、どん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 グレードアップしておりまして、この辺りもですね、去年来た時はここまで、すごい状況にはなっていなかったんですけれども、これどう行くんだろう。自由に走行というのかな、走破っていうのかな、あの走らせるのもこのクローラーの楽しさということで、この辺の石もね、なんかつまずきそうなんですけれども、これがいい障害物になってるんでしょうね。骨の波打ってるところだと難しそうだ。竹はね、これもともと生えている竹だと思うんですけれども、もうじきね、タケノコの時期にもなってくるんで、この辺りもタケノコボコボコ出てくるかもしれません、コースの中にね。で、まあ、そんなことがあって、こちらの方も橋、これ乗らないで、これ乗ったら壊れますよね。あくまでも車が走るコース、ルートになってるんですね。でこの辺りも一本道ではないんですよね、まあ、いろんなところ様々こう通っていって、こちらの溝の方にも障害物がいろいろあって、ドラム缶が、あとこれ中くぐれるんでしょうね、こうやって行って、屋根のあるこれなんだろうな、渡り廊下のようなところを上も行けるし下も行けるんだ。これ上ってどうやって、あ、そっか、ドラム缶の外側を登っていくんか、すごいな。でこうやって渡っていくと、こんな感じでマシーンが登ったり降りたりもできるということなんですね。いやいやいや、これまだ続くんですよ。おー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 おお、実は私が到着した時はまだこの辺までしかなかったんですけど、今もですね、続々とこう板が追加されていって、コースが伸びていってる状態なんですね。果たしてこれはどこまで続いていくんでしょうか。これどこまで続くんですか。最終的にはもう入れて前ぐらいまではなんですけど、とりあえずここで一旦、はい、ここまでで一旦、はい。いやでも来るたんびにどんどんコース長くなっていきますんで調整しがいがあると思うんですけど、皆さんお店の方じゃないですよね皆さん好きでやってて、どんどん自分たちのコース作ってるっていう、すごいですね。はあ、かなり本格的な作業でコースが日々伸びていっておりますので、チャレンジのしがいがあるクローラーコースもぜひお楽しみになってください。そんなわけでですね、今日は、まあ、ホーネット、それからあのビッグタイヤと2つ楽しむところをご覧いただきながら、こちらのサーキット改めて紹介させていただきました。天気が良かったらね、もっとワイワイと賑やかに、あの多くの方で盛り上がっているサーキットなんですけれども、今日はちょっとね、ずっと雨降ってますんでね、この後の予報も悪いので、もうここまでで撤収ということに今日はさせていただこうかなというふうに思います。それでもね、今もあのずっと落としてますけれどもね、常連 あのお客さんなんですよずっとね、雨降ってる中、クローラーのコースを増築工事中でして、あれやっぱりね、建築関係とかのプロの方々が、
工具持参で来られてて、実際にああいう風に作業されてる。そうです、素人であのコースは作れへんよなと思ってたら、やっぱりね、そちら関係のプロの方が、まあ、お客さんとしてこちらにも来られてて、もう皆さん有志の方々でコースの整備もされてるということで、まあですからね、ショップとユーザーお客さんがこう一緒になってこちらのコース盛り上げているということで、非常にいい雰囲気で楽しめるサーキットですので、サーキットデビューを目指している方、旧車オフロードバギー持ってるんだけど走らす場所がないなという方、まあ、大阪のみならず、まあ、近畿全域からね来られてますし、まあ、遠方の方もですね、ちょっとね、遠いところわざわざというと大変かも分かりませんけれども、一度ね、なんかのついでに来られる機会があれば、ぜひですね、バギー持ってこちらの泉オフロードサーキット楽しんでみてはいかがでしょうか。面白いです。